どうもお疲れ様です今回ね舞姫大学の前奈美さんがフェイスブック広告とグーグル広告のことについて動画を送っていただきました、まあ、私もねその動画の中で語られてますように広告にはあまり、えー、ポジティブじゃないんですよで今まで広告を私一件も出したことがなくって、まあ、あのほとんどねこの YouTube での発信ですとか SNS での記事投稿によって集客をしていて そして、まあ、皆様との関係性も作ってきてねあのネットビジネスっていう世界を歩んできましたそう考えていくと広告をほとんど使ってない私がね a c e b o o k 広告とか Google 広告について、まあ、語るっていうのはちょっと妙な話になってきますんで今回はね広告についてのコメントをちょっと差し控えさせていただいて私はどちらかというとねあのコンサルタントをやっぱりつけた方がいいよってことをお話したいと思います あのネットビジネスとか在宅副業とかね、まあ、つまりパソコンとかスマホで1人で稼ごうとした時に独学でやれる人はほとんどいませんよこれは、うん、でも独学でやろうとするでしょで何年経ってもうまくいかなくって成果が出たり出なかったりっていう足踏みを続けていつまでたっても月に10万とか20万とか50万とか100万っていう稼ぎが安定しないと思うんですよそれはまあしないですよね あの誰にも教わらずに自分の検索できる範囲で検索をして情報収集するつまりはどこまでいっても自分の能力の殻の中なんですよだから目覚ましい成果が出るわけないんですよねでそこに他の人の成功した頭脳を借りてきてそのレンタル料を払いながら自分のお限界の壁に穴を開けていくっていう作業をしなくちゃいけないんですよそれがコンサルなんですよね 自分が思いもしなかったようなことをアドバイス受けるっていうのは無料情報を検索しても出会えることだと思うんですよ。YouTube 検索してタイトルとサムネイル見てああ、なるほどそういうことなのか。でもこれっていうのは自分の頭で検索できる範囲のことなんですよ。つまりは自分の限界値を超えてないわけですよね。まあ、そうなると無料で集めれる情報っていうのは限られてますよってことなんですよ。で、有料で成功してる人に 何かね知恵を授かるコンサルタントをつけるってことになると、まあ、自分専属の知識の泉をこう自分にね取り組むことになるんですよね、まあ、そうなると日々求める限り新しいアイディアですとか新しいモチベーションをいただくことができてでまさに今現役で稼いでる人のその稼げない人との違いを目の当たりにすることになるんですよだから使ってるツールが違うと投稿数が違うとかね 記事の内容が違うとか、とにかく違う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 。今まで無料で自分で検索してきたことの中では絶対に見につけられなかったことがたくさんそこに落ちているんですよ。だから私はね、コンサルタントさんをつけるのは当たり前だと思います。で、私自身ネットビジネスというものをその存在を知ったその瞬間にコンサルタントをつけましたからね。何にしてもね、教えてもらう人がいなければ、あの、中学の部活だって、顧問の先生や先輩がいなければ、 どうにもなんないでしょ。うん。だから、なるべくなら、優勝実績があるとかね。なんかこう、高いレベルでトレーニングをやっていたっていう人に、私たちは惹かれるわけなんですよ。ホームランをパカパカ打つような先輩にバッティングを教わりたいですしね。三振するばっかりする人に教わりたくないわけですよ。ましてや、独学でやらないでしょ。だからそういうのは全てです。教わるべき人を見つけて、その人についていく。そうすると、今度はね、誰についていったら自分の実力が伸びるのかという。 まあそういうふうな目利きもできるようになってくるんですよ。まあ、それだけお伝えしたくて今回の動画にさせていただきたいなと思います。広告料払いたくない方は広告なんて使わずに SNS だけでこの YouTube や記事投稿だけでのし上がってきた、まあ私もそうですけどもね、まあナミさんとかね、まあその他の方についていくといいんじゃないかなと思います。で、10月1日私キックボクシングの試合がありますけども、東京にはね、もう10年以上のネットビジネスでの友人の 小野雑さんが応援に来てくださるそうなんでで感慨深いです小野雑さんっていうのはね時に教わり時に、えー、持ちつ持たれつみたいな形でお互い生き残ってきましたからねここまでいや小野沙さんと私とね奈美さんと鹿児島の吉谷さん見える景色は様々ですけども見ているメンツはこの世人いつも変わらないんじゃないかなと思います何人もの人がねいなくなってきました何人もの有名人が足場を崩していきました でも地味ながら今でもこうやってネットビジネスの世界を泳いでるのは多分この4人集だけじゃないかなと思いますねはいでは今回は以上ですお疲れ様です